マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ8月12日号の時間がやってきました。私は最近畑で採れたバジルでバジルソースを作っています。そうめんに絡めて食べるととっても爽やかな風味がして美味しいです。それでは街の様々な話題をお送りします。まずはこちらの話題から。地域活性化に向けたアイディアを生み出します。6日市役所本庁舎でハマコンと名付けられた地域活性化に向けた新たな取り組みが行われました。これは参加者が地域経済活動の活性化に向けたアイディアを出し合い、ワークショップを通じて実践できる取り組みにつなげようと長浜市が開いたものです。講演は神奈川県鎌倉市でモデル事業を主導している面白法人カヤックの CEO 柳沢大輔さんが講師を務め、およそ50人が集まる中、面白いことをしたい、参加して支えたい人向け講座を開催。柳沢さんはこの中で鎌倉市の事例を紹介したほか、地域通貨を通して人と人とをつなげる取り組みを参加者に伝えていました。ポツンとジュースを買うと、もしかしたら誰かに奢ってその100円で喜ばれ、その後5つのグループに分かれ、複数人でアイディアを出し合うブレインストーミングの練習が行われ、参加者は柳沢さんからアイディアを出すコツなどを学んでいました。これも一つの学校を楽しくするにはという時に答えて何か。なお、市では今月から10月にかけてハマコンを3回実施する予定で、その中で地域活性化に向けた本格的なアイディアを出し合っていくということです。概念ですね。だからプロダクト、ちょっとどんな感じかは事例をお話ししますね。たくさんの方が長浜市を盛り上げようとされている姿、とても熱いものを感じ取れますね。それでは続いての話題です。若者をはじめ、さまざまな人と地域を盛り上げました。6日、湖北図書館周辺でリンクアップフェスタ2022が開催されました。この催しは、地域に新たなにぎわいを創出するとともに、湖北の中高生が企画運営に携わることで、地域活動への意識を高め、将来地域を担う人材に成長してもらえればと、リンクアップフェスタ実行委員会が開いたもの。メイン会場となった湖北図書館の駐車場には、地元自治会や商店、学校などによる出店およそ30店が軒を連ね、飲食の販売やワークショップなどが行われていました。特設ステージでは高校生が司会者となり会場を盛り上げたほか、子どもたちの元気いっぱいの合唱や高校生軽音楽部の演奏などが披露され、訪れた人を楽しませていました。湖北図書館2階では木の本今昔写真展と題した展示が行われ、大正時代から昭和にかけて撮影された木の本の町並みや祭りの写真が並べられ、訪れた人は高校生による写真の説明を興味深く聞いていました。この他にも会場周辺をめぐるクイズラリーや、5カ所のスポットからお札を集めるホラーナイトも行われ、高校生らはお化けに扮しイベントを盛り上げていました。迫力満点のお化けたちが会場を大いに盛り上げてくれたようです。それでは続いての話題です。貝の解剖を通して生き物の不思議に触れました。7日、湖北野鳥センターで
自由研究、やるなら今でしょ、琵琶湖とその周辺で見られる貝類の研究が開かれました。これは夏休み特別企画として、生き物や自然のものに親しんで、自然や環境に対する関心を高めてもらおうと、湖北野鳥センターが開催したものです。7組20人が参加し、自由研究についての説明が行われた後、歩いて5分ほどの川で二枚貝を探し、網を使って一生懸命取っていました。野鳥センターに戻り、貝の種類や特徴などを学んだ後、取ってきた貝を小さい水槽に入れ、動きを観察しました。その後行った解剖では、ピンセットやハサミを使い、貝殻を作るための外透膜や水を吸い込む入水管などを調べるなどし、参加者らはこの日学んだことをまとめていました。貝を取るのが楽しかった。初めて貝の解剖をやったので楽しかったです。貝を取ったことはありますが、貝の解剖をしたことはありません。子どもたちが貴重な時間を過ごせたようでよかったです。さて、次回の番組内容の更新日は8月19日金曜日です。次回も町のさまざまな話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。